これは強敵だな。もっと冷静になることです。さあ行くぞどう料理してやろうかのハローイブルーマン烈炎ジョージアブカ。さあ今日も取っていきたいと思いますね。えー、この YouTube ソロバンチャンネルではですね、冒頭で、えー、いろんなソロバン関係の告知をしております大会であったりですね、えー、勉強会。 をえー、勉強会の告知だったりしております。えー、ぜひですね、えー、こんな新しいことやるよとかですね、こんな大会あります、こんな勉強会開きますというですね、えー、先生方がいらっしゃればですね、えー、遠慮なくご連絡ください。はい、えー、今日ご紹介するのはですね、こちらですね、えー、来年の4月1日に、えー、東京の遊ぎで英語の読み上げ算競技全国大会が開かれます。えー、その自己委員のメンバーの皆さんがですね、毎月1回、 えー、英語の読み上げ算競技の選手のですね、こう、底上げを図るために、ズームを使って無料で、えー、練習会を開いていただいております。えー、今月は一度の大野先生ですね。えー、一番最後の代々木で開かれた英語の読み上げ算の日本一の一番最後の、えー、チャンピオン、えー、です、えー。ですから、その弾き手が、まあ、あの、読み手として今回、大野先生が、えー 登場されるんですけどもあの当然、弾き手としての日本一、えー、その感覚からどういうふうに、えー、問題を攻略していくかという話も当然、えー、交えながら、えー、出てくると思いますので非常に興味深い練習会になるんじゃないかなと思います、えー、11日ですからねもう少しですよね、えー、夕方6時からということで。 はいじゃあ、どうやって参加すればいいでしょうかというとですね、こちらの LINE のオープンチャットの方に参加してみてくださいあの。QR コード読んでもらえばですね、入りますからね。あのー 非常に匿名性も高いですし、えぜひぜひよろしくお願いします。その4月、来年の4月の、えー、読み上げ座の全国大会の告知もですね、こちらが情報としては多分一番早いんじゃないかなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、えぜ、ー、ひちょっと保護者の方に必ず聞いてほしいというかですね、えー ぜひぜひ、あのー、興味深いお話だと思うんですけども、えー、学び好きな先生が学び好きな生徒を育てる。これ、絶対間違いないんですというお話をしていきたいと思います。えー、今回、めちゃくちゃ自信あるお話なんですね。えー、ですから、ぜひぜひ保護者の方、えー、拡散してみてください、えー。ぜひ聞いてみてください。あの、えー、ご,じご自身のですね、えー、お子様がもう自ら、 えー、勉強やりなさいよーとか、えー、宿題やりなさいよー、えー、何々しなさいよ、ゲームばっかりやらずに、えー、勉強したらとか、えー、って言わなくてもですね、もう気づいたら、パッて見たら、あのー、リビングのところでなんかこう、なんか調べてるとか、なんか勉強やってる、カチ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 しながら、えー、 例えば、ソースコード、パソコンのプログラミングのソースコード調べてるとかですね。えー、なんか静かに、えー、調べてんなぁと思ったら、なんか英語の単語の、えー、これは何ていう、えー、読みなんだろうとか、えー、なん何ていう意味なんだろうとか調べてるとかですね。あのー、 えー、自分で、えー、暗算を早くする計算方法を自分で考えてたりとかですね。こう、自ら自分の意思で率先して、えー、勉強する。まあ、その勉強の内容、えー、いろんなプ,プログラミングだろうが、英語だろうが、数学だろうが何でも構わないんですけど、えー、自ら率先して学びに行くして、えー、これ絶対お子さんに持ってほしいと思うんですね。 思うんで、すよで、えー、一番の方法はやっぱり、えー、親御さんが、えー、一番時間をお子さんと共にするのは親御さんですから、えー、親御さんがその学ぶ姿勢、えー、読書をしているところを見せるであるとか、英語の勉強をこうやって、えー、してるであるとかですね、あとはプログラミングのなんかこう、ソースコード、新しいコードをこう、えー、書いてるとかですね、とにかく親御さんが、えー、その学ぶ姿勢を、 え<ペ>ー<ペ> 見せるとお子さんで必ず真似しますからね。大好きですから。お父さんお母さん大好きですから。必ず真似するんですよ。ですから、それが一番いいんですけど、えー、次、二番目にいいのはですね、やはり次、時間を一緒に共にするのはやっぱり先生ですよね。学校の先生、学校の先生。その次は習い事の先生ですよね。で、習い事の先生がこう自ら自ら学ぶ姿勢を見せる。学校の先生が自ら学ぶ姿勢を見せれば、えー、絶対子供たちって変わっていくんですよ。 自分から情報を取りに行くんですね。はい、ここで、えー、はい、手を挙げます。えー、<laughs> 任せてください、ゴリ先生こう、学ぶの大好きなんですよね。でとにかく何か、えー、新しいもの、新しいもの、今、えー、一生懸命こうメタバース上で、えー、バーチャルリアリティー、まあ、クロス、えー クロスリアリティかな。えー、とか、XR とかよく言われますよね。VR、AR とか。えー、あそこら辺でなんとか、えー、計算大会。しかも、えー、そろばん暗算だけではなくて、えー、もっと、えー、例えば、雲に、 将棋囲碁を習習っっててるる子、えー、習る子学習塾に行ってる子とかです、ね、そういう子たちが平等に計算できる大会を開きたいなと思って、えー、メタバース、えー、XR 空間、えー、の方にちょっと会場を作って来年の2月の末ですね、えー、大会をやるんですけど、 まあ、なんとかこう、そろばん業界に新しい手法、新しい手法ないかなってずっと日々探してるわけですよね。やっぱりそういう姿勢っていうのは子供たちに、えー、見せてるつもりです。で、 当然会話の中で、あのー、そういうような、例えばプログラミングの話であったり、えー、VR、バーチャルリアリティの話であったり、えー、そういうことをこう、どん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 新しい情報を、えー、子供たちの前でしていく。それによって、えぇ、ー、子供たちも刺激を受けですね、えー、いろんな新しいことをしてくれるんじゃないかなと思って、えぇ、ー、戦して頑張っていきたいなという決意表明の動画でございます。はい。えー、もう51ですけどね、どこまで、 えー、こういう新しいチャレンジができるか分かりませんけどね、あのー、別に成功、大きな成功をしなくても、ですねこの新しいチャレンジをしている、えー、率先して前を向いて、新しいチャレンジをしていく姿勢さえ、えー、子どもたちに見せれば、ですね、えー、変わってくれるんじゃないかなと思って、えー、信じて頑張っております。はい、えー、今日もですも、ね、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝でですそれではままたお会いしましょうババイバイ ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。